はい、皆さんこんばんは、高木です。今日もですね、SNS に蔓延するバカッターたちをパトロールしていきたいと思います。今日ご紹介するのはですね、そのバカッターの中でも、とんでもなくね、もう今までになくこいつら許せねえ、絶対許せねえっていうやつらを紹介していきたいと思います。私、バカッターって言ってますけども、まあ、バカッターっていう名前がね、一番しっくりきて定着してしまってるんで、バカッターって呼んでますけども、その中には TikTok に上げてる人とか、Instagram に上げてる人もおりますので、ご了承ください。ではね、見ていきたいと思います。まずね、紹介したいのは、もうこれ特定されている情報です。愛知県の瀬戸市の松の屋瀬戸店で、行われたとんでもない行為、撮影者はマナートっていうやつで、ペロリストは田崎っていうやつですね。もうペロリストって言ってしまってるんで、どんな行為かね、分かるかもしれないんですけども、こちらです。お前何やってくれてんのこいつ。ひでえな、これ数が。きたな、これ相当の本数。もうこれお箸取った人の半分近くはもう こいつの唾液をですね、味わうことになってしまいます。そして次、これは牛丼屋さんかと思うんですけども、紅生姜をね、こう直で食ってて、こう丼食いなんかしてるんですよ。これはもう唾液とか唾とか飛んでるでしょ、これ明らかに。自分の箸で食ってるし、バカッターだね、本当に。ふざけるなと言いたいですね、これね。はい、そして一番許せない王者が出てまいりました。私にとってはこれが一番、許せなかったですね。いきます。デザート、これしかも人が頼んだやつ、人が頼んだやつから取ってまた元に戻してる。ふざけんな、こいつ。しかもデザートだぞ。どんな思いで注文したのか分かってんのか、こいつ。もうこれ窃盗ですよ、これ。人が注文しても人のものになって、届くところのものを取って、食べてぶっ刺して元に戻してるんですよ。絶対に許すことができません。これね、もう、俺が頼んだデザートだったらボッコボコにしてるかもしれないですね、これね。はい。ということでね、すいません、ちょっとね、私もね、カッとなってね、不謹慎な発言をしてしまいましたが、まあ、世の中にね、蔓延するバカッターたち、一刻も早くいなくなってほしいと思います。店舗、法人の皆様はですね、こういった行為を見かけましたら即通報してですね、厳正な処罰をしていただきたいと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあね。